フリーレンはヒンメルとハイターの子供時代の話を聞いて自分は彼らとは違うと思いました先を歩くヒンメルハイターアイゼンを見てそれがエルフである自分と人間であるヒンメルやハイターの距離だと感じたのですエルフと人間は異なる生き物だという演出です佐藤さんはフリーレンの前で背伸びをして話していますフリーレンに君が今の佐藤さん若いねと言われたように 少しででも大人っぽく見せたいといとう子供の頑張りです世襲による49代目であるため、先祖である過去の佐藤さたちより頼りないとフリーレンに思われたくないのでしょう。幼い頃に祖母や母が亡くなったことが分かります。しかし困りますよ、フリーレン様。半世紀後にまた来てもらう約束だったのに。温厚な私でもさすがにブチギレですよという先々代の祖母の遺言。私は 80年後でも大丈夫と言ったんだけどねというフリーレンは先々代がフリーレンにまた会いたかったということが理解できないのかもしれません眠ってしまったフリーレンをシュタルクがお姫様抱っこで運ぼうとしてフェルンが嫌がりますシュタルクが両手をもみもみしていたからですフリーレンが服を溶かす薬を誕生日プレゼントとしてシュタルクにあげようとしてフェルンが怒ります無防備なフリーレンや子供っぽいシュタルクとは違いフェルンは気にしています 兄のシュトルツは弟のシュタルクを愛していたから、なかなか強くなれない弟に助言し、次男に冷たい親には内緒で、誕生日に大きなハンバーグを作り、そして村が魔物に襲われた時にゲロと言いました。誕生日プレゼントのハンバーグを食べたシュタルクの表情を見せない構図で描いています。視聴者に、シュタルクの感情を想像してもらいたいからです。エモーショナルな演出です。チョン・ファブロー監督は、映画は 観客にととってて心を動かされるる体験であべべきだと述べています感情を揺り動かされるからこそ人の心に残るのです映画の演出において構図には意味がありますたとえキャラクターが何も語らなくともたとえ風景だけのショットであっても構図が物語を語っているのです創業のフリーレン第12話はストーリーテリングに長けた演出でした特にレイアウトが優れています現在のアニメ制作では 演出家がレイアウトや芝居を底上げしています演出家がコントロールしないとクオリティを担保するのが難しいからです第12話の絵コンテ演出は川崎由紀さんです処刑少女のバージンロードで初監督を務めました斉藤圭一郎監督は処刑少女のバージンロードのエンディングアニメーションを演出していました